型の壊し方って、あの例えば、ボートなんかでも、どう、自分一人でできるものなんですかあのパートナーいるもん、パートナーというか、相方いるわけじゃないですか、チームメイト。でさっき、そうやっぱり微妙に変わってくるってったときに、自分の思いつくだけで自分のフォームを変えちゃっていいで、変えちゃってみて、それに対して合わせていくるのがもう文化として根付いているのか。 ちょっと自分変えたいと思うんだけどさ私の変化にあなたも対応してくれるみたいな感じのすり合わせって必要なのかどうなんですかそうですねうん人によると思うんですけれども、うんうん、なんかその先に申告して変える人と勝手に変え、うん でも勝手に変えても分からない、なんか早くなったなって、例えば見えてなくて後ろに乗ったりして見えてなかったりしたら、うん、なんか変えたって言ったら、こう,こ,うこういう方こう変えたよみたいな感じ言われてあ、そうだったんかいみたいな場合と、まあ、変えて、しかも結構違和感があった時は、なんか変えたってな,なりますし。うん 逆に私とかは、ここ次こういうふうにしようと思うんですよねっていうのを結構相方に言とりあえず言ってみるみたいなのが、うん、あるんで、結構人によったりはします。で今、すごいと思ったのは、見えてなくても、ボートを伝わってくる感覚で、変わって、ね、フォームを変えたっていうのが分かるもんなんですね、やっぱり。うんそうですねわか わかりますね。なんで前乗ってて後ろがやって、なんかすごいコギ変わったなみたいなの、うん、まあ結構わかるんで、<laughs> 何をしでかしたんだって思うとうあまし <laughs> まあんまり出力してなくてサボってんなっていうのは普通にわかりますし、<laughs> それは4人乗りとかでも結構わかります。四 <laughs> 4人乗りで後ろ2人ぐらい前だったら私わかりますね、うん、多分。 それって誰かがサボってんななのか、はい、このだけで言えば今,今画面に5人写ってます、はい、4人写ってますあこれ花岡だなとか、はいはい、<laughs> もうそうめん分かるんですか <laughs> 誰かなのかそれともだもうあこいつだってピンポンで分かるんですか そうです場所。乗ってる場所によって<ー>こう例えば一番前とか一番後ろで端っこだったら一番端はやっぱちょっと遠いので<ー>分かりづらいんですけど真後ろとかま真んまか分かるんでまあでも一番前に乗ってても2つ後ろぐらいまで分かります<ー>大体。でもそこまで分かると消去法になるんで例えばそのパワー出しないとかになると分かりますね。<laughs> 逆に前3人はこんなにまとまってんのに進まないってことは後ろやってないなか出てないなって <laughs> うまく伝わってないなみたいな分かったりとか,なんか真ん中乗ってるのが一番わかりやすいんで私は真ん中に乗るのが結構多いですね最近,<ー>最近面白っ <laughs> <laughs> <ー>まあ男子とかは8人乗りがありますからね<ー>ちょっとそっちは全然わかんないですけど<ー>結構わかる人はわかるみたいです いや面白いですね。<laughs> あ,あの,その、そうだ、あの、ちょっと話変わるんですけども、そのフォームいい悪いってなった時に、結構日本人って、日本人だけじゃないのかもしれないですけども、意味のない意味を求めたりすることってないですかあの、ピンと腕が伸びててきれいですねとか、伸びてることに意味があるわけじゃなくて、 それによって得られるあの例えばあの力のさわり方だったりとかあの出力だったりとかもしくは脱力だったりとかあのそ,のそっちの効果が大事なんだけどもやっぱりその見た目の美しさだこれが綺麗ということなんだろうって勝ってその結果で形に入っていくだったりとか。 ちょっとで違うかもしれないですけども江戸時代ってあの小あ、えっと、円周率って3.16ってされてたんですよね。でそれってなぜかって言ったら関加一っていう、ね、和さんの人が計算で3.14とは出してるんだけども円みたいな完璧な形がそんな中途半端な数字であるはずがないということでルート10である3.16が採用されてたんですよ。 美しくあるは、美しい、真理は美しいはずだという前提を求めて <laughs>、計算で出てた正解よりは、よりもう、より美しい数字であるはずだという前提に立って、ルート10の3.1とか選ばれたみたいな形で、やっぱりその見た目、これ90度だから美しいとか、伸びてる、ピンとしてるってきれいだとかっていうところに、あの、本来意味がある,あるものじゃなくて、 意味は別のところに求めなきゃいけないんだけども見た目の形のところになんとなくこれがいいものなんだろうなっていうところが幻想として描かれてしまっているで結果的に大体そういうものの方が広まりやすいんで結果意味はある方が少数派になっていっちゃうっていうようなことダンスなんかだと形は決まってるからそういうことは少ないんですかね そんなこともないとは思うんですけど、うんうん、まあそのカップルによって慎重さだったりとか、うん、手足の長さがそれぞれ2人いるので、うん、その組んだらまあ全然違う形にはなるんですけどある程度の形っていうのはありますね、うん、でもやっぱその形が綺麗ななんかその形じゃないとまずその形がおかしいから直せよ 初めの頃はすごい言われました、ね、でも出ないと踊れないよみたいな感じで <laughs> 2人で踊るためには必要なんだよみたいな感じでは習いましたけどねでも結果としてそれが動きやすさやっぱり動きやすいんだなみたいなところはあるんですけど、うん、トップ行くとやっぱなんとなくみんな違うので、うん、細かく見てたら、うん、ある程度の価値っていう風にしか思ってない 思わないんですけどね、うん、じゃあ大,大枠というか平均値的にそう入ってってであとはそこから振り下ろしていくっていうかほ掘り下げていくなんかそんな感じがしますね、うん、その2人に合った形でその2人にとって綺麗な形ってやっぱ違う気がするんですよね、うんうんうん、でもやっぱりそこはじゃあさっきの入っ、はい 教わったものとは離れていくシューからのハだったりとかリっていう部分にへのステップアップっていうかは必要になってきますよねそうですねうん。えー、でもやっぱそこにそのイメージ的なものが足を引っ張ってしまってこうでなきゃいけないだったりとかもっと美しいこれが美しいはずだ美しいと言われているだったりとかってことになってた時にそこをどう破ればいいのかなんかヒントある <laughs> かその難しい。見つけていった,、うん私た。ポイント私たちはこの2人、私のだリーダーとの身長差があ,、うん、ある中で、まあ、いろんな先生に習ってたときに、やっぱり身長差のある先生、あのかせ習う先生が身長差のある先生と、うん、身長差のない先生。うん がやっぱいるんですけど先生ってだいたい自分がやってきたことをが正しいしまあ一応チャンピオンになってたりとかするのでそれを全部教えたがるのでただ身長さんのない先生のやつはやっぱ合わなかったような気がします一緒に習ってて一生懸命やるんですけどなんかやりすごいやりにくいみたいなすごい辛いんだけどねもう辛いから辛いのはやんなきゃいけないのかなとかいろいろ迷ったりはしたんですけど。 2人でつ、うん、作り上げていくもんなのかなっては<ー>思いますね参考になるものの見つけ方っていうのを見つける、だからその慎重さがあることがあるってこちは、慎重さがあるのを経験した先生に教わっていこうというような絞り方なんですかね、じゃあなんか人によってはそれありますね。 この先生とタイプが似てるから習ったら分かりやすいみたいなのとかはあると思います。うんうん、あ私たちは別にそ,うなんでもそこまで考えてなくて、うん、その日本で習ってた先生の先生っていうことでそのまま流れでその先生に、うん、習ってあと他の先生にも習い出してるみたいな感じだったので。うんね、そうういののねアドバイスの 聞く先の見つけ方もも大事かもしれないですねフォームの習い,習い方もそうだかもしれないですし、うん、いやあのゴルフの,あの小企業になった方にも聞いたのがアマ,アマチュアの人でドライバーの選び方だったりとかフォームの前方にしてみてもあの自分の飛距離と同じ例えば自分の飛距離と近い選手の打ち方だったりとかあの道具の選び方だったりとか。 っていうところで参考してた方が、あのカーターに強い人とかじゃなくて選びやすい、じゃないとあのね体格が違うし、一人も全然違うっていう人の持ってるドライバーを持っても <laughs>、それは合わない確率あるよねって、その選び方って話してましたね。うん ちょっとあれれかもしれないですけど、食べログの美味しいお店の見つけ方もそうみたいですね。自分が美味しいと思ったお店に高評価をつけている人のが他にどこにお店を評価しているかという、要するに自分の味覚に合っているという、平均化された食べログで評価が高いから行ったとして自分に美味しいとは限らないんだけど、も、それは食べログがおかしいんじゃなくって、自分の味覚に合った人、評価する人を見つけて、その人が美味しいと言った違うお店を探してみるというと結構、外れは少ないみたいですね。 ののに近いのかなもちろんその例外もあると思うんですけどもこの辺の選び方はどうでしょうか荒木さん難しいですね。あの、うん、一つは昔は価値観が一つだったんで、うん、えっと比較的選びやすかったんですけど、うん、今は価値観が多様化してるっていうのはもう事実なんで、うん、いろんな価値観があるわけですね。うん、だから私に渡辺さんが言われたように親御さんもだんだん あの価値観の一つの価値観でこうコーチの、あのー、指導の仕方を評価するっていうことはこの頃あまりなくなってきてるんじゃないかな徐々になくなってきてると思うんですねだからいろんな教え方があってもいいと思うんで、うん、それに合った教え方をしながらうんと成果を上げていくっていうのが一番早いちょっと 早いんじゃないかなって気がするんで、うんうん、そんなに僕はあの気にすることもないかな、だからもこが反対に価値観を変えてるわけだから、それでいいのかなっていう気はしてますけどね。そこのチームの移籍が非常に難しい競技もいっぱいあるんですけどね <laughs> そうですね、うん <laughs> うん、そこで変なあのペナルティー背負ってしまって、県変、うん、わってしまったら、1年間試合に出られないとか。 あ同じ県でもチームに適正そうなってしまったりとかそうすると自分に合ったものを見つけるチャンスも減ってきますよね難しいですね、うん、でもちょっと今のはあの勇気を持てる話でしたありがとうございます、はい